はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。寒い時期って鍋が恋しくなりますよね。皆さんは何鍋が好きですか？今回は寒い時期にぴったり、白コロと菊油で作る絶品もつ鍋を紹介します。ホルモン島田のまかないでも大人気の一品です。誰でも簡単に作れるので、ぜひ試してみてください。それでは早速やっていきましょう。今回は3人前くらいの量で作ります。まずは野菜をカットしていきます。ニラ1束を5センチくらいの長さでカットします。次にニンニク1かけをスライスします。次にスープを作っていきます。水 400cc、 醤油大さじ2、白だし大さじ3、みりん大さじ1、塩小さじ1/2をよく混ぜて完成です。次は鍋に具材を入れていきます。キャベツはカットしたものがあったので、そのまま使います。約 300g 入れました。次に白コロと菊油を入れます。ガツとか食感のある部位を入れても美味しいです。次にもやしを1袋入れます。別に豆もやしでなくても大丈夫です。自分は食感が好きなので豆もやしを使いました。その上にニラ1束を入れて、ニンニク、輪切り唐辛子、ごまをかけて盛り付けは終了です。最後にスープを入れたら完成です。それでは早速食べていきましょう。まずは火にかけていきます。はじめは強火で温めて、沸騰してきたら中火にして煮込んでいきます。煮込んでる間に飲み物の準備をします。今回も油っぽいホルモンに合わせてホッピー白でいきます。それではいただきます。もつ鍋っていうと福岡が有名ですよね。具材は牛の小腸とかギアラが入ってることが多いです。やっぱり群馬は豚の内臓の文化なので、どうにか豚の内臓で美味しいもつ鍋できないかなと考えた結果、白コロと菊油にたどり着きました。豚の小腸だとちょっと硬くて野菜との相性合わなかったです。豚の内臓で美味しい臭みのない油が出る部位ってあまりないので、菊油が自分的には一番適していました。菊油のプルプル食感も牛の小腸とか食べているような印象です。野菜にもたっぷり旨味が染み出してて、これは進みますね。スープも美味しいです。最後スープが余ったので締めの麺でいきます。ちゃんぽん麺がなかったので今回は中華麺で。みんなは鍋の締めは何派ですか？ぜひコメントお待ちしてます。最後のスープにすりおろした生姜をちょっと入れたりしてもさっぱりして美味しかったです。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。もつ鍋の作り方いかがでしたか？豚のもつ鍋って抵抗ある人もいるかもしれませんが、実は絶品です。白コロと菊油がいい味出してますよ。これからもどんどん動画投稿していくので、ぜひ参考にしてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、ぜひ前橋に来た際はいろいろお店探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。